神奈川駅は、岡山県岡山市北区水戸近側にある、西日本旅客鉄道津山線の駅である。岡山市北区水戸地区の中心駅である。神奈川駅構内の様子駅前で接続する、水戸コミュニティバス岡山駅、ことぶきが新入岡山駅が管理する、無人駅である。かつては、JR 西日本岡山メンテックが、駅業務を受託する、業務委託駅であった。 相対式ホーム2面に面2線を有し、列車交換が可能な地上駅である。かつては、開業時に建てられた木造の大きな駅舎があり、手入れも比較的良好であったが、岡山国体の開催を機に2005年2月コンクリート製のものに改築された。またその際に、駅舎の位置が岡山方へ若干移動している。 2006年2月に2番乗り場のみプラットホームの屋根が完成した。男女別の推薦式便所がある。反対側のホームに待合室がある。ホーム間は古戦橋でつながっている。通常とは逆に駅舎寄りが2番線であり、古戦橋を当たるホームが1番線となっている。2番線を降り、本線、1番線を上り、本線とした構造となっているが、 岡山方からは2番乗り場への進入も可能である。一方、津山方からは2番乗り場にのみ進入可能であり、列車の行き違いがなければ、上下列車とも基本的に、駅舎側の2番線に停車する。当駅始発の岡山方面行きは、1番乗り場から、発車する。なお、当駅折り返しは2010年3月12日までは、福渡駅折り返しだった。 2021年10月1日をもって廃止される。1日の平均乗車人員は以下の通りである。駅前の道路はかつての国道53号であり、旧道の東側に神奈川バイパスが開通したことで、現在は岡山県道31号高橋水戸線の一部となっている。商店街があり、離れたところにはスーパーやホームセンターもある。 駅前ロータリーでは、タクシーの待合があるほか、ミトコミュニティバスが連絡している。ありがとうございます。